石の唐戸古墳は、奈良県奈良市、神宮、京都府木津川市株都台にある古墳。形状は上円化方墳。国の史跡に指定されている。奈良県北部、京都府南部、平城系北高の奈良山丘陵において、丘陵東斜面の棚状平坦地に築造された古墳である。唐戸の古墳名は、石室が唐別に似ることに由来するという。 これまでに洞窟にあっているほか、1979年に発掘調査が実施されている。噴球は二段築成で、半築による。噴形は上段が円形で下段が方形の上円下方形で、上段は直径約9.2メートル、高さ約1.6メートル、下段は一辺約13.8メートル、高さ約1.2メートルを測る。 噴球表面には河原石による吹き石が認められる。また、噴球周囲には暗渠、排水口による排水施設が設けられている。主体部の埋葬施設は予告知識せっかくで南方に開港する。洞窟のため副葬品の多くは失われているが、調査では漆片のほか金、ね、銀玉などが検出されている。この石の殻と古墳は、 古墳時代終末期の8世紀初頭頃の築造と推定される。被葬者は明らかでないが、奈良時代に近い頃の貴族の墓と想定される点で重要視される古墳である。古墳域は1996年に国の史跡に指定された。現在は復元整備の上で公開されている。主体部の埋葬施設としては、予告地式石っが構築されており、南方に開港する。 せっかくの規模は次の通り。せっかくの構造は高松塚古墳に類似する。せっかくは組合意識で両海岸の切り石16枚から構成される。天井部は屋根形に繰り込まれている。せっかく内からは金星玉一、銀星玉一、銀層大刀金狂い三、金箔片、黒漆断片が、墓道からは末駅が検出されている。江戸時代の 後仮村相図によると、山和国長小寺里と山城国相良軍との間で山論が起きた際に長小寺里が勝訴して相良軍に絶情に張り出すこととなった。これが本古墳が奈良県と京都府にまたがることになった要因とされる。ありがとうございます。